今日は12月半ば、ハンナムでこれから何をしたいかというと、皆さんのファッションチェックをしたいと思います。長いのが今年はもう流行りではないです。韓国っぽいスタイルにしたい人はこれが一番韓国っぽくないですか。かなりおしゃれですね、この2人。無心サスタンダードスタイル、完全に無心サスタンダードなんですよ。じゃあまあ若者はこんな感じです。こういうトルモジャかぶって、あでもこれ韓国のイメージだとあれだって、なんかお芋売ってそうな、お芋よく言われる山賊ですかとか。皆さんこんにちは、ジンです。テヨクです。ユピリです。じゃあ今日は韓国のスタイルを見てみたいと思います。現在韓国でどういうスタイルで街を歩いているのか、見てみましょう。皆さんこんにちは、ジンです。今日は12月半ば、韓国はとても寒い日です。今いるところはカンナムです。カンナムでこれから何をしたいかというと、皆さんのファッションチェックをしたいと思います。今年の冬のファッションはもうこのカンナムのファッションだと思ったらいいのかなと思います。これジンさんが撮ってきたんですか。はい、あすごい。でこれがあのカンナムに私皮膚科行く時の地下の商店街です。カンナムってどういうところかというと、まあ、日本でいう渋谷の役割もするし、新宿、大手町みたいな役割をするところです。なのでとても大きな駅なんですけど、私行った時がマイナス15度以下。これ普通に見ててどうですか、韓国スタイルですか。お嬢さんは違和感なくいつも通りの韓国って感じですか。全く。いやでも日本と似たような感じじゃないか。男性の方の洋服とかも日本で結構流行ってるスタイルですよね。これパタゴニアのフリースですね。結構日本でもよく見る。でこれ見てわかると思うんですけど、これ雨の日なんですね。で日本だと雨の時に結構ビニール傘多いじゃないですか。韓国はほとんどビニールがなくて、こうやって3段折りと2段折りが多いです。その理由としては、でっかいやつだとかさばるし、小さすぎると風に飛ばされるから、この2段傘すごい多いです。自分韓国でビニール傘使ったことない。私もないですね。やっぱり刺してるとなんかちょっと恥ずかしいっていうか、いや恥ずかしいっていうか売ってるのをほぼ見たことなかった。なるほど。もうそもそも見ないんですね。でも今ちらほら見えてるの。コンビニで最近コンビニのセブンとかで売ってるからね、最近は。でも本当にただの黒とかがメイン、多いですね。そしてなんか思ったよりロングペディング着てないんですね。それ多分最近の流行りじゃないですか。よくご存知じゃないですか。さすが。長いのが今年はもう流行りではないです。結構ダボっとしてるけど短い、サイズは大きい、あとかなりのこう光沢感がある結構攻めたスタイルとかが人気ですね。で未だにこういうワイドパンツ流行ってますね、これ私の傘。やっぱりあの韓国ではこういう傘多いです。何柄なんですかこの傘。なんか偽物みたいな。そう私もだから皆さんから誤解しないでほしいのは、これセブンで買ったんですよ。あ、なるほど。セブンで1本1万4000ウォンでした。1400円。だからなかなか結構いい値段。いい値段、はい。で雨の日で寒いので、でもまだ寒くない日ですこれ、マイナス6度とかだ。これだからなのか結構割と薄着。マイナス6度には見えないですよ。普通もマフラーして耳当てして帽子してみたいな温度じゃないですか、日本だったら。あと日本で韓国の女性のスタイル憧れる若い人多いじゃないですか。大体どういうスタイルだと思ってるんですか、韓国の若い女性って。パクミニョンみたいな、キムギソみたいな。いないいない、そんな人いないいない。それか結構キムギソのイメージですよ。NiziU とか TWICE みたいな格好を知ってると思ってる人多くないですか。でこれが本当に韓国の普通の会社員たち、もしくは大学生が勉強しに行く時の格好です。で本当に普通ですよ。私何回も言うけど、アメリカンスタイル、カジュアルがメインで、特に皆さんあの空港とかでやっぱり日本人の女性を見るとヒール、帽子、それが韓国っぽいってよく言うんですけど、帽子本当いないですよ女性。帽子本当いないですね、韓国は。かぶったらどういうイメージですか。かぶったらどういうイメージっていうか、そもそもイメージがあんまないです。だからかぶってると髪を洗ってないから。そう私言ったの。帽子かぶってちょっと前出かけるぐらい。ただ一番の違いが、韓国っぽいスニーカーがいいって言って、こういうボリュームがある、こうで丈がねあって、高さがあって、なんかそういうの考えるじゃないですか。韓国っぽいスニーカーっていうのはありません。普通のスニーカー、本当にカンバスとか普通にすごい人気ですよね。よくカンバス使ってました。そしてこの女性若いよね、厚底のやつで、これはあの情報によると今はもう流行りが終わりました。はい、韓国っぽいスタイルにしたい人はすごいおすすめしたいのは、ニューバランスのまあグレー色のスニーカーにこのように普通のリュックサック、これが一番韓国っぽくないですか。確かに。ロンペディン、まあ、こんなもんですよ。本当に韓国人に見られたいのであればこれが一番ですね。
これ自分の友達に一番いそうなファッション。うん、なるほど、うん、黒のいや俺の友達だって思えそうなファッション、ちょっとメルトンコート着て、うん、ですね、うん、なるほど、うん、ただ皆さんよくあの韓国のパンツって全部ワイドだと思ってる方多いんですけど、うん、見てわかると思うんですが本当普通ですよ、うん、こうコストコで売ってそうな普通のパンツも多いし、うん、これ普通の若い男女のカップル、うん、もうスキニまではいかないけど普通のストレート、そうですね、あと丈もなんか長いじゃなくて雨だったら普通にあの短いやつも普通に履きますね、うん、今結構ロングペディング多いんじゃないですか、うん、多分最近短いものが流行ってるっていうことは新しいものはこんな天気には多分使わないと思う、そうまさにそう、ね、とこういう人いますよね、日本もそうだけどちょっと派手なのが好きな人とかもいるし、あんま日本と変わらないのかな。あと若い女性でワイドだけが流行ってると思う方いるけど好きに普通に入ってますよ、うん、こういうのが韓国っぽいんじゃないですか、日本に珍しい、こういうなんかタイツに白いスニーカーに足首見えて、うん、ロングに帽子かぶって、うん、鼻はダーン、確かに、確かに日本では絶対見ない、かなりおしゃれですねこの2人、うん、このスタイルを何のスタイルかっていうと無審査スタンダードスタイルですね、完全に無審査スタンダードなんですよ、もしダブダブ系がどうしてもかっこいいと思ってる方はもうこういう風に着こなしてほしいですね、これ本当に無審査っていうサイトに行くとあります、あの女性の服少ないんですけどあのかっこいいですねこの女性も、うん、で2人ともピューマ、ピューマ、2人今でもカップル、カップルのあれだ、お揃いの、うん、プマの人気あるのはスウェードなんですけど雨の日だからさすがにスウェードではなくてこれはレザーですね、あとノルディとかすごいおしゃれっていうイメージあるけど、うん、韓国は普通に着ます、流行ってましたもんね、流行ってた、今はちょっと過ぎた、しかもあれも結構着たりするんじゃないですか、うん、ナショナルジオグラフィック、ナショナルジオグラフィック最近ねライセンスもらってるから服作ってます、うん、作ってるんですね今、うん、韓国で結構男の人それ着てる人見たことがあります、いやこういう日でもアイスコーヒーとか飲む、そうマイナス15度でもアイスコーヒーですね、うん、こういう格好の人は真面目っていうイメージありますね、なんか勉強うまそうな、あ、確かに、なんか本当にこう塾のためにカンナム来たよっていう感じ、うん、でカンナム結構塾で有名な街だから、はい、カンナムとチョンロとシンチョン、美容外科じゃないですか、美容外科のイメージですよだってそこで美容整形をするお金を稼ぐためにはちゃんと勉強をしていいところ入っていい職場見つかんないと、だから整形する人の前の世代このカンナムとかにテチドンってあるんですよ、カンナム宮のテチドンっていうのがあって、ここが韓国で一番偏差値が高い地域なので、うん、ここの人たちプラス分断とか、うん、サダンとかここからも来ます塾に、なので塾がめちゃめちゃ多いですね、もちろんの季節と関係なくミニスカートの方いますけど、うん、あ本当だ、うん、日本は原宿行くと半分ぐらいがこんな格好だけど、うん、意外と少ないです韓国は、まあいなくはないですけどそこまで多くはないかも、びっくりした、知り合いだから今知り合いに声かけられてるのかなと思ってで、これがマイナス15度の時です、うん、家の近くの駅で撮ったんですが、あこれ若干無心さですね、無心さがしますね、うん、だいたいもう寒いととにかくロンペディングとか、うん、ダウン一番いいダウンとかですね、ブランドは違うもののだいたい女性ってこんな感じですね、個人的に好きなのは一番前かな、エレガントな感じがしますね、うん、ラインも、でこれがシンドリム乗り換えなんですが、すこれやばいですねえこれ普通の日ですか、普通です、普通、本当に普通、じゃあ毎日これが訪れる、これよりもひどいと思うよ、だって一番有名な1号線と2号線の交差するとこだから、じゃあまあ若者はこんな感じです、あの半分はやっぱりあの寒いからお母さんの言うことをちゃんと聞いて、半分はやっぱりおしゃれが先だっていう、でもこれ今あのショートなんですけど下もダボっとしてるじゃないですか、なので今年買ってない可能性高いです、あとこうやって足首見えると寒そうに見えるんで、あの韓国ではまあベストとは言われない格好、こっちはちょっとこの後ろの男性はやっぱりあの無審査とか参考にして、まあ、それっぽいのを結構選んでる、でもまあすごい若い男性女性ってこんな感じですね、うん、でもやっぱ髪黒いですよね、うん、あの髪は攻めない、だから皆さんよくあの観光のスタイルとしてなんかこう本当にミサモみたいにこうすごい金髪とか緑とかなんかちょっと入れたりするじゃないですか、うん、いません芸能人は芸能人だと思ってお母さんに背中をバーンって、うん、そうそう
肩ロススマッシュされるんですよ。で、これがケイトさんと私の後ろの姿です。あの社長さんと。ケイトさんなんですね。これがマイナス17度の一番寒い日の夜なんで、かなり冷え込んでいて、ケイトさんに会うときは普通の格好でなるべくこう防御しながら行って、はい、夜はしょうがないからこういうタルモジャをかぶって、はい、室内履いた普通のキャップに乗り換える。私はね。いやでもこれ韓国のイメージだとあれですけどね、なんかお芋売ってそうな。お芋よく言われる。山賊ですかとか。でもやっぱり上品な女性の服はこういう格好多いですね。うん、シルエット綺麗ですね。うん、高いダウン結構綺麗なシルエットの。高そうですねって言ったらフフフって言って。でしょうね。高いってことです。おそらく100万超えるんじゃないかと予想してます。パーのボリュームがやばいじゃないですか。うん、でこれが、本当の今若い子たちがデートするスポットの、まあ、持ってこい場所。ザ・ヒョンダイソウル。トヒョンデって言うんですよ。トヒョンデ。うん、ソウルも言わない。トヒョンデ、トヒョンデって言うけど、日本語でザ・ヒュンダイソウルですね。ザ・ヒュンダイソウル。ザ・ヒュンダイソウル。というところなんですが、ここあのザ・ヒュンダイはどういう人多いかというと、まあ若いカップルも多いけど、金持ちも結構います。結構だって一流ブランドが揃ってますもんね。あとこれを見て、韓国の男性には眼鏡が流行ってるよねっていう方多いんですが、流行ってるんじゃなくて仕方ないんですよ。コンタクトをつけることがすごい女性っぽいっていうことでつけない。なんでですか？ですよね。だから眼鏡で後で手術をしたら手術をするけど、コンタクト使ってますっていう男あんまいないです。まずカラコンは絶対ダメで。あ、カラコンは無理。あの普通のコンタクトでもなんか神経質とか潔癖ありそうっていう印象があるんで、あんまりしないですよね。あと女性が嫌な男性の結構上位ランクにメガネかけてる男性って入ってるんですよ。なのでだいたい手術をしますね。うん、手術しますね。イブルペック、うん、あ、イブルペックは結構多かった。イブルペック持ってる人多いですね。あの 楽なんですよ。あとイブルペック何がいいかっていうと、服が傷まない。うん、それがいいですね。今思ったのは、みんな上着はどっか預けてるんですか？うん、あのロッカーとかに入れてますね。あとはあの車で着てる人が多いので、車に置いといて、体だけ。うん、すみません、ちょっと韓国で大人の生活あんまやったことない。うん、バッグはちっちゃいですね。ああ、韓国でバッグが、スタイリッシュを目指す人がバッグが大きいとダサいってよく言われる。バッグは小さいのがいい。やっぱりちっちゃいのがいいんだ。あの理由は実用性があるのがいいっていうのが前は流行ってたけど、実用性を考えるならおしゃれじゃないじゃんみたいな。ああ、なるほどね。アイス食べてるの。うん、ちなみに韓国は食べ歩きしてる人が結構多いんですよ。じゃあそれ失礼かっていうと、まあ、失礼かどうかは置いといて、お店の中では迷惑じゃないですか。例えばあの服屋さん、ね、うん、だから服屋さんの前にこのようなコップホルダーがあります、うん、そこに置いてから入ってくださいっていうのがあります。これこう置く場所があります。え、捨てるじゃんって置くの、はい、あるある。だからもし皆さんの喉乾いたら、お店の前に何かあるとこ一つずつこう置くとこなりとかするとダメですよって言われますよ。百貨店で飲みながら歩くなんてことが基本ないです、ね、ないかも。そう、だから韓国も基本ダメなんですよ、うん、その中でバチカのミックスジュース屋さんとかがあって、あ、確かに飲むとかっていうんだったら飲むけど、そうじゃなければ飲まないかも。うそうね。韓国でおしゃれして若いねっていうぐらいが、もうこのぐらいスポーティーな、うん、あの可愛いじゃないですか。もうこれ可愛いって言いますね。このスタイルは可愛い。可愛い。これ男性の表情見てくださいよ。可愛いねってなってますね。可愛いねってなってる。でもやっぱスニーカー率もほぼ 90% ですよね、うん、滑ると痛いし、あと、うん、ハイヒール入ってたら彼氏が不便って感じたりもしますよね、うん、なんか私昔学生の頃ですけど、スニーカーでデートに行ったら、ディズニーランドじゃないんだからやめてよみたいに言われたことあって、うん、百貨店とかこういうとこ行くならもうちょっとねみたいな言われたことありますね、うん、韓国ではあれで言うことないんじゃないですか。ないですね、絶対、絶対言わないと思う。衝撃は夏用のクロックス。あの韓国でクロックス率高いじゃないですか。でこれの真似をする方は結構いるんですよ。あと日本もララポートとか行くとこうクロックスで入ってる人いるじゃないですか。皆さんどう思いますか。これ韓国でお母さん世帯は到底理解しないし、あの韓国でも受けがいいわけではないんです、これ。あ、そうなんですね、よくはない。あのやるけどちょっと恥ずかしいって言われるし、自分の彼氏とか友達はやってほしくないっていうファッションです、これ。いるけどね。クロックス好きですか。あんま使わないです。で使うのはいいんだけど、さすがにザ・ヒュンダイ行くのにクロックスは勇気ないかも、うん、だから家の前にゴミ捨てぐらい。そう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 、そんぐらいですよね。今後ろにヒールやっと見ましたね、うん、本当だ、ね、おしゃれですね。あれ多分彼氏と会ってるわけじゃなくて、女性たちの集まりかもしれないです。
そう、逆に女性同士で会うと誰がいい服着てるのかのバトルが始まるので、誰がもっとおしゃれで、はい、カーストが決まりますからね体に自信ある人は普通に細いパンツ履きますよ。ヒールも入ってます、うん、ヒールも入ってるし、おい、私今びっくりしたの、男性がストッキング入ってるのかと思ったら女性が綺麗にここにはあ、びっくりした、着信現象、着信現象で、あ、作詞現象、おい、びっくりこうなんか肩を組み合って歩く人多いですね。しかも今見たら女性のカバン持ち歩いてるんです。だから多分か彼女のカバン持ってるんですね。それあの優しいんじゃなくてやらないと怒られるんですよ。でも女性のカバン持つ男性って少なくないですか？なんかむしろ女性の雑誌のアンケートとかで嫌な男性の上に来ますよ、ね、そう。いやでも韓国のトイレの前に男の人たちがみんな女性のカバン持って、まあ、そこで待つ。あのバッグが高いほど任せてる傾向があります。トイレに勝手に置けないから、でもなんかリップとかそういうのも入ってるだろうね。そこだけ持っていくんです。あ、リップだけ持って中のちっちゃいバッグだけ持ってトイレ行って。確かに。ジョンさん、どういう服装の女性好きですか？女性の服、でも日本の女性の服好きですよ。ふわふわしてる、そのパステルカラーの、これよりもうちょっとパステルな感じの、やっぱ言ってみたかったです。ここ今結構人気で、韓国で。そうですね。でも並ぶからね、あそこ予約制だって言ってました。その飾りを見るために。はい。でこういうのを取ってあげないといけないんですよ、男性は。それと綺麗に取らなきゃいけない。綺麗に取らないと、はい、ちゃんと100回ぐらい取って、それでその100回の100枚のうち1枚2枚をさらに修正をかける。そう、なんか使命感が漂ってます。彼氏の背中から。それと問題はああいう混んでるところだと後ろ人並んでるから素早く、確実に。そうね。アイドルショップなんですか？やっぱりこのアイドルショップの後ろの姿を見ると外国人多いイメージありますよね。今までなかったこういう可愛い、多分日本の方かなと思いますけど、初めて見たんだけど、なんかこういう髪の毛の茶色い人は大体日本人、ですあとバッグの形とかもこういうのはあんまり持たないんで。あ、確かに。あと靴見てください。これ不便だから普通履かないんですよね。こう今日歩くよと思ったらこれ絶対履いてこないんで。あとこっちは多分鬼塚タイガーなんで日本かなと思うんですね、多分。あ、デッサンウツ出ましたね。デッサンウツ、デッサンウツ日本でどういうイメージか分かります？分かんないです。なんかサッカー部とかが着るそのダウンのイメージらしいですよ。韓国はデッサンウツだと高級ブランドでゴルフウェア作っていい服っていうイメージ、まあ、ゴルフウェアとかこう売ってますよね。やっぱダウンの種類が豊富ですよね、韓国。本当やっぱ寒い国だからなと思いますけど。そう。あとこういう帽子かぶってる女性たまにいますね。おお、います。なんて言うんでしたっけ、今忘れた。そう、覆面、覆面あの韓国はあの室内が暑いんでこう半袖にダウンちょうどいいかもしれないですよ。中は半袖、意外と半袖多いですよ。このダウンも綺麗ですね、見てたら。普通にすごい綺麗。こういうの似合う人っていいですね。これがあの先ほど言ったそのネショナルジオグラフィー、デザインいいですよね、ここも。あとこれが K2、 K2 はめちゃめちゃ軽くていいです。これですか、これ、一番無難なブランドかな。そのジョンさんが好きそうな淡い色が、ディスカバリーいいのはダウン買った時にそうそう、補修シールがくれるんですよね、穴開いた時用の。あとノースフェイス大人気でした昔。でも日本のデザインって絶対違うと思います。違うね。こんなにこんな色ないもん、日本は。そう違うフロアにホワイトレーベルかなんかまた違うのがあります。あと口論、お金があれば口論なんですが値段が大体10万円とかです、高いです、口論は。やっぱり年齢層ちょっと上の方がいいらしいですね。意外とこう改めて見ると面白いですね。はい、今日はあの2023年の冬、まあ、2024年にかけて多分これから流行りの予測ができる動画になったのかなと思います。今のショートペディングが流行ってるのは間違いないんですが、寒いとしょうがないです。もし韓国で服を買われるのであればスポーツウェアのフロアに行くとたくさんあります。多分ディスカバリーとかだと 2,3 万円で1着買えるかな。そう。しかもすごいあったかいやつ買えますから、ね、あとカカオトーク登録するだけで 10% 割引してくれたりするので、ね、皆さんもそのぐらいの値段で買えるのかなと思います。今日の動画が参考になりましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。
でも、いや、じいさんにそっくりと思ったじいさん。あ、私です。そっくりさん、そっくりさん、そっくりさんだと思った今。ここ来たら、ちょっとおしゃれさんじゃないですか。さっきと、ね、なんかカンナムと違うんだけど、ザヒョンダイに来たら。ザヒョンダイに来た人さん、ちょっと違いますけど。いい